日本全国で発掘した平均年齢9歳天才キッズバンドが世界の大人気オーディション番組ゴッドタレント出場を目指す。そのためにあらゆる日本音楽界のレジェンドに指導していただくという壮大なプロジェクト。今回はレジェンド歌姫大黒摩季と夢コラボ。しかし天才的だけど本当にスーパーではない、まあ、バラバラ、つまり私は乗れない。大黒摩季が徹底指導。キッズバンド大ピンチ。果たしてどうなる。ボーカルは大分が生んだエンジェルボイスガールのクララちゃん。ギターとベースは音に愛されたロック兄弟音太郎ネネ。プロデューサーさん。そしてドラムが世界から注目超高速ドラマーチタちゃん。実はこのコラボに先駆け事前にキッズバンドのパフォーマンスを見てもらっていた。すると天才的だけど本当にスーパーではない。さすがに兄弟は気が合ってるんですけどドラムとの隙間だし、まあバラバラ、つまり私は乗れない。20年以上第一線で走ってきたプロからの厳しい指摘。大黒摩季とのミュージックビデオコラボ、一体どうなるのか。こんにちは。私のこと知らないでよね。知ってます知ってます。本当？大黒摩季さん。嬉しい。今回大黒摩季とコラボする曲は大黒摩季の超人気曲に加え、現在累計700万回再生超え、キッズバンドの武器うっせぇわも大黒摩季とコラボ。3曲のスペシャルメドレーでミュージックビデオを撮影する。早速歌と演奏二手に分かれて練習。ボーカルクララちゃんは大黒とマンツーマンレッスン。実は事前の打ち合わせで、クララちゃん持ってますね、とりあえず耳がいいからピッチはもう本当に天才的、とってもいいと思いますけど、ここから上しか鳴ってないんで、ツルツルの声帯で気持ちよく歌ってるだけだから、多分これ以上のバリエーションは今出ないでしょうね。パフォーマンスを上げるためボーカルクララのスキルアップが急務。そこで大黒摩季式ちょっとしたコツで誰でも飛躍的に歌が上手くなる2つの方法を伝授。もう巻きねえでいいです、先生じゃないからね、お姉ちゃんでいいです。大黒式歌唱術、一つ目は声量が格段に上がる呼吸法。足はねこうやってね水平にしてください。腰の骨あるでしょ、お尻の付け根に、はい、腰あの背骨の根元、うんうん、尻尾みたいなところ、はい、それとあのおちんちんがあるはずのところが平行になってほしいんです。この姿勢で息を限界まで吐き出し思いっきり吸い込む。だから空気はいっぱいあった方がいい、ね、でこれだけで声量が出るようになるの で、はい、でズボッて吸ってください、せーの、そしてはこの呼吸法を使いながら腕を大きく動かすことでロングトーンができるように。この呼吸を1日10回やるだけで声量が格段にアップするという。大黒式歌唱術2つ目は想像して感情を込める。自分の声で悲しいのか切ないのか苦しいのか大好きなのか愛おしいのか、それを出せる人になってほしいんですよね、うん、歌詞のないメロディーだけで悲しみを表現する練習。
まずはマキネーのお手本。一番悲しいこと、それを思って目をつぶって歌ってみてください。ただ歌うだけでなく感情を込める、これが歌詞を伝える一番のポイント。してる世界を声に変えるっていうのを今初めてやってる。それをできるようになりましょう。その後も細かな声の出し方や喉の使い方など2時間近く徹底指導。その成果を全員で合わせると、この仕上がりにマキネーは、いや、クララちゃんがもう吹っ切れちゃったのもあって、もちょっとしたコツをとてつもないスピードで吸収するクララちゃんの才能に感極まり涙。あ、気持ちは一つになってたと思います。お、でもまだ覚えてないからね。覚えたらもっと一つになれるよ。大黒がライブで多忙なため、みんなが集まれるのは1週間後の本番当日。それまで自宅で各自練習に励む。ボーカルクララちゃんは、トト君、トト君、トト君、ほら見て、ここ猫たちみんないるよ。猫飼ってるの。トト君かわいい。ここにこれにね、ここにね、白い毛があるのよ。4匹の猫と10分だけ遊んだら、自宅にある防音完備のマイ音楽室へ。マキネーの呼吸法を身につけるべく繰り返し猛練習。これをほぼ毎日1時間。さらに表現力を養うためにウォーキングレッスンやバレエなど合計8個の習い事をこなす。全ては歌が上手くなるために。メンバーも本番ギリギリまで猛練習。果たして上手く仕上がるのか。キッズバンドと大黒摩季の夢のコラボ。猛練習の成果は果たして。つぼる歌うま動画がこちら。
最後さ、気持ちよかったね。ね、マキネールに教えてもらったことがすごい嬉しかった。だからまた教えてほしいです。マキネール泣きそうだから今もう最近年取って涙もろくて。大黒摩季さん、ありがとうございました。キッズバンドのゴットタレントの挑戦に乞うご期待。